世界ハーフマラソン選手権大会は、ワールドアスレチックスが開催するハーフマラソンの世界選手権である。1992年、イギリスのニューカススルアポンタインでグレートノースランと合わせて第一回大会が行われ、以後毎年開催されていたが、2005年のカナダ・エドモントン大会限りで終了した。2006年、2007年は同大会の代わりに、 世界ロードランニング選手権を試験的に開催したが2008年のブラジルリオデジャネイロ大会から再び世界ハーフマラソン選手権として行われることになった。しかし参加数の減少などから2012年大会から各年開催されることが2010年11月の IAF 理事会で決定した。日本代表は毎年2月開催の香川、 丸亀国際ハーフマラソンと全日本実業団ハーフマラソンが世界ハーフマラソン選手権代表選考の対象大会である。1992年の第1回大会で女子団体で藤原恵美、朝比奈美代子、浅井恵里子が合計タイム3時間30分39秒で金メダルを獲得した。個人成績では1992年に 藤原恵が1時間09分21秒、1993年に、谷川麻里が1時間10分09秒、1999年に、野口瑞希が1時間09分12秒で共に銀メダルを獲得しているのが男女通じての最高成績であり、日本人選手の個人優勝はまだ一度もない。太字で記載されている記録は、大会記録。ありがとうございます。